茶帽子の疾病族アリモクロアは稲科の植物の群。単一の棒状の草に臨場に張り付いた形のコボをつける。背の低いと年生の総本。果女は家系の先端に生じ、単一の草からなる。草には臨場に張り付いた形でコボをつけ、成熟すると草は節ごとにバラバラになってコボと共に脱落する。石管は根棒状となっている。コボは それぞれあり柄のものと、無柄のものが体を成して生じ、このうち、無柄のコボが結実し、有柄コボは体化して、柄を残すのみとなるか、存在したとしても剛毛状に残るのみである。無柄コボのカルスは、コブ状で時に、中央の下部に、コブ状の突起を生じる。第一方 A は紙質から角質になっており、両側に流骨があり、ここにく状のトゲを生じる。 また方への先端はしばしば浴場に突き出ている。第一小花は優勢で、第二小花が両生下となる。インドから中国にかけて、及びオーストラリアに、京急種が知られ、おおむね背丈の低い草原に見られる。日本には、在来種はなく、以下の種が、幾何植物として団地に見られる。本属と同様に房の主軸が太くなっており、そこに、 無柄ボとあり柄ボの体が張り付いたようになっているものに、牛の疾病族、角あやし族、ノのシ族、あやし族などがあり、特に最初の二つは一つの柄につく房が単独である点でよく似ている。ただし牛の疾病族のものは成熟後に房が不死ごとに分離することがない。角あやし族は房が不死ごとに分かれる点で本族に似ているが、 コボが太くなった房の表面のくぼみに収まること、ムガラコボの、第一方への円肉し状の突起などがないことで、区別される。この属にはやはり喫下種で角あや種があるが、この植物は一年生で、直立して育ち、背丈が時に2メートルに迫る大柄な植物である。茶帽子の疾病は、芝生に用いられるほか、水田のあぜやのり面に植栽するために用いられる。大橋ほか辺。 P84 大橋他編 P84 ありがとうございます。